デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デミオラに聞きたいコーナーということで、今日もビシンパシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデミさん、よろしくお願いします。あれ、どうしました？穏やかな気候、とってもいい感じで眠い。ポカポカじゃなくて暑いですけどね、もうね。でも風がふわーって吹き込むとき気持ちいいなぁ。風がね、まだね。あ、この今こういう風ね、カメラにはね、きついんですよ、マイクの音とか。うるせぇ風吹いてくんないとこっちも暑いんですけどね、どんどんどんね。こんな夏の雑で湿りゃいいんだ、ここで汗だらだらして2人で。まだ暑くなりますから、ここ35度、6度ぐらいになります。今日でもまだいい方ですよ、全国的に今日は暑いって言われてますけど。でも28度だな、外の。ここがだってまだほら、ムッとしてないです。してないもんね。ここムッとしますからね、恐ろしいことに。そうだ、夏は扇風機の風入れてこうと。それ音がね、ずーっと入るんですよ、充填音が。今日も別につけてたんですけどね、聞きましたから音ずっと入っちゃうんで。はい、ということで、このコーナー皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間がだいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。何かけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画クリス・ベクターカスタムカゲロウとブラシレスモーターの相性は、デミロに聞きたいコーナーへのコメントでございます。前田さんからのコメントありがとうございます。こんにちは。自力カスタムできたらいろいろ個性が出そうですね。質問なんですが、自分で中を開けられないので、バッテリーは買った時の指定の形のものを使っていて、バッテリー増えすぎて困ってます。種類はリポバッテリーに統一したのですが、それでも、コネクターがミニに T 字それぞれ 7.4V と 11.1V 使うと考えたら、同じものの最低2本、さらにボルトは専用じゃないとうまく動かないし、 XT30 という、コネクターのものも増え、高シーレートとかも買ってみたものもあり、次世代 MP5 やプラスシリーズを買えばタミヤのリポも増える。事故考えてそれぞれセーフティーバッグ分けてましたが、数が多くなりすぎて場所も取るし、そこまでたくさんのバッグを買うのもどうかと思い、まとめて入れるようになりました。それでも5袋あります。皆さんどう保管しているんでしょう。ハンダ作業など慣れてはいませんが、コネクタはなんとか交換して最低限にした方がいいでしょうか。はい、ストレートにこの下の、ご質問の方からなんですけども、コネクタを交換することを普段ハンダをしたりとかバッテリーとかを扱ったことない人はあまりお勧めできません。理由というのは、電気はやっぱり、便利だけど危ないものでもあるんですね。プラスマイナスの曲線を間違えたとか、プラスマイナス同時に配線を切ってしまったとか、するとですね、リポバッテリーとかになればそれこそ発火の恐れが出てくる可能性が十分あります。そのショートという状態ですね。それが起きるのであれば、ご自分でハンダ付けをする、よっぽどもう本当責任は自分で取るよとか、いう覚悟を持ってやらねば、ちょっとこれは安易にはあんまりやんない方がいいんではないかなと個人的には思いますので、バッテリーは増えていくというお話でしたけども、その方が私は間違いないんではないかなと思います。荷物にはなってしまいますけど、使えるバッテリー、その銃がねこのバッテリーしか合わないとかいろいろあると思うんですけれども、もともと変えてあるコネクターの対応したものを使用するのが、何よりも何千万飛ぶとかね、何千万で建てた家が燃えたとか、他の人の命を絶ってしまったこととか考えるとおっかないので、それであればもうそれはもうちょっとコネクタのもともと変えてあるメーカー純正のものとかを使うっていうことになってしまうんですけど、それが一番いいんではないかなと個人的には思いますし、
私たち自身もコネクタを交換する作業をしますけども、やっぱりこうご自分でやられてた時に絶縁がうまくいってない状態でビニールテープで巻いてたとかいうのも見ますから、舐めるなしって結構思うんですけども、それぐらい絶縁とかはしっかりしなきゃいけないものなので、コネクタハンダー作業はあまりやることはお勧めできません。じゃあ増えちゃうのはどうすればいいか、増えましょう。もうそれはね、増えちゃうんですよね、機種が増えるとね。私もなんかよくわからないけど、一時期いっぱい増えた時があるんですけど、これがですね、前田さん、僕らの世代ってラージバッテリー一択しかなかったんですよ。もうサバイバルゲームをするんだったらラージバッテリーしかなかったので、まあミニもありましたけど、やっぱり比べるとね、もうやっぱり圧倒的にラージで強いと。形もわざと、もう僕ら固定ストックのものばっかりにしちゃってるので、使い回しっていうか、もうサバゲーを前提で使っちゃってるので、それが入れば何でもよかったので、バッテリーがそんなに溜まった経験もないんですよ。ラージバッテリーだけいっぱいあるとかありましたけども、まあまあ昔と比べたらそうね、ラージバッテリー5本も10本も持ってる人いっぱいいましたもんね。いたいた。結局ね、もう本当にアモカーの中に入れてて、うん、親瓶とかなんかはね10本15本入ってるようなやつ持ち運んでましたよね。充電もね大変でしたよね。家中のコンセントを使ってね。今日は、前日からやってちゃう、間に合わねえからって言いながら、でもバッテリーの性能が良くないから行ったらもう減ってるとかあったんでね、うん、今はね減りにくい。まあちっちゃいものでもね、いいのがいっぱいありますから、うん、ただ最近の銃は入れづらいね。ちっちゃいところにちっちゃいものを入れて、うん、こう配線分考えてねえじゃねえかっていうね。そうそうそう、バッテリーだけ入るけどっていう、うん、入りますよ、入りますけども、この配線、うん、何なのこれの長さっていう時あるからね。セーフティーバッグ5袋、セーフティーバッグ5袋分だとしたら、土鍋大きいの米炊いたやつを1つ。米炊く前でもいいんじゃないですか。なんでコーティングしたんですか。一応コーティングしといた方が火がもし出てもいや関係ないですよね、そこ。割れない、割れにくい米、おかゆ、米炊いた方がいいよ。研ぎ汁でいいらしいですよ。へぇ、炊かなくても研ぎ汁で一回火にかけてあげるとコーティングが。いやでも土鍋美味しいから、米炊くと。まあまあ、うん、炊きたてのご飯で。そうですね。1回だけのためだけに土鍋でも、それぐらいのサイズっていうと、火が出て安全なものっていうと、そういう金属製のケースしかないんですよね、うん、でやっぱり理想的なのはセーフティーバッグにしっかり入れておくということだと思います。こういっぱいになっちゃいますけど、セーフティーバッグが分からなくならないように、7.4V のミニとか 7.4V の T 型、XT30 で、アドバイスなのか分かんないんですけど、 XT30 はまだそんなに使わなくてもいいんじゃないかなと思います、うん、T コネとミニだけあれば、まだ XT30 も一時期ねずっと言われてましたけど、そこまで普及をねバンバンしてるわけじゃないので、うん、まだ今の段階だったらT コネとミニだけでいいのかな。 XT を試してみたいって言っても、実際のところ T コネとあんまり大きくは30アンペアまで耐えるで、40アンペアだっけな、ラージのミニ T とか、なんかそういうなんかこうところでいろいろあるんですけども、それだったら T コネでも十分かなと思いますので、うん、T コネとミニだけ持っておけば少しは減るのかなとは思います。うん、あとはコネクター交換はご依頼いただければ。そうですね、無料じゃないですけど、有料で受けたまわっておりますんで、やりますよと。全部これに統一したいなとか言うと、ちょっとねお金がかかっちゃうかもしれないですけど、何兆、うん、コネクター代とコーチがねちょっとかかっちゃいますけど、やりますよっていうの、それでもまあ一応統一できる、うん、コネクターはっていうのはねありますけれども、まあ、こればっかはまあ増えててもしょうがないんじゃないかなと。また次買う銃でね使えるものが多分あると思うんで、使い回しはどっかで、まあまあ何丁持ってるとこうそうなりますよね、それぞれね。はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。
デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。